えー、っとじゃあこっちがじゃあ C 級 <laughs> C 級青葉パラスと C 級です <laughs> はい続いて「ナッツンオリジナルソング作詞フレ,フレーズみんなから募集してみては」だって。 えー、いいんだけど、今の時間だと多分これだけで終わっちゃうから、えっと、また、後で配信に回しましょう。アオハパラスと C 級です。えっと、次。あ、今のが小沢さんです。次。東京ドームさん。東京ドームさん書いてないやん。<laughs> 今びっくりした。東京ドームさん書いてないやん。 次、クラバー怪盗まこぴこにゃんさんいますかいますかいなさそうなっつおはよう、怪盗キットは好きですか怪盗キット好きですかえっとね、怪盗キットはすごい好きです え結構私最近まで好きなコナンのキャラクターはって言ったら怪盗キットって言ってたぐらい怪盗キット好きです <laughs> あの最近になって私灰原イちゃんに切り替えたんですけどあのそれまではずっとコナンのキャラクターで誰が一番好きって言ったら怪盗キットって答え出ましたぐらい怪盗キットは知ってます 原さんっぽいわーってコナンのキャラっていうかえっとね初めは解凍キットが先で解凍キットのライバルを作りたいって言ってコナンが生まれたの。でどちらかというと今コナンが売れちゃってるからそこにちょころどころ解凍キットが入っていく感じみたいなのが今の現実だから元は解凍キットのライバルが作りたくてコナンが生まれたの確か。 そんな感じでした。おはよう。へえ <laughs>。強い、何が強いんですか。<laughs> 質問コーナー。好きな陽楽、待って、陽楽。 ね、洋楽なんていっぱいあるからね洋楽じゃない洋楽ね間違えた洋楽洋楽は違う、うん、洋楽じゃダメだよ洋楽ね <laughs> ごめん もう最近やばい読み間違いが。でもこれは私ずっと前から間違えてるんだよ。洋楽って読んじゃうの洋楽を。洋楽 <laughs> と読んでしまう。うん。みんなは何が好きですか <laughs> やっぱ天然だねってそんなこと言わないで。皆さんは何が好きですか結構外国の曲って歌わないんだよね。 あれはレディー・ガガのレディー・ガガさんのあのテレフォンとかは洋楽ですか <laughs> <laughs> 洋楽ですかあれはえ私全然わかんないんだよねあれは洋楽なんですかあれ洋楽なんだ じゃあ,あれだな <laughs> もうね洋楽っていうのがあんまりわかんないからさ <laughs> あれはなんで好きかっていうとあのノリがい,いからです <laughs> えなんでなんで私なんでこの曲知ったんだろうよくわかんない

黒ジ,ャケさん黒ジャケットさん黒ジャケットさんいますかなんか来てる人はやらない方がいいのかな誰が来てるかなあっ黒ジャケットさん来てるねいきますよじゃあ 反抗期は来てますかあ正直言うとどこからが反抗期なのかわかんないですけどうんと喋んなくなるみたいなことはまだないです好きな芸人さん好きな芸人さんはうん 好きな芸人さんはね芸人さんでしょ昔すっごくハマったのがえっ、ー、ともう中さんもう中学生もう中さんでえっ、ー、と結構長らくハマってたのはと陣内ともりさんです <laughs> 陣内さんです。 ナッツンおはよう。あく、黒葉海斗え、さっきもうね、あれだよ、質問読んじゃったよ。<laughs> 回答キットは好きですかっていうので、私、割と好きですよって、もう答えちゃったよ。<laughs> 今来たね。<laughs> もう答えちゃった、私。コナン、結構前まではコナンが。 あれまでコナンがえー、っとコナンのランキングでもあれ一番一番っていうぐらい怪盗キットは好きで今は灰原さんなんだけどっていうちょっとマム知識まで言った <laughs> はいえー、っとサムがライバルさんさっきいたのは見えたいますせ サムゴライバルさんいますかいますね。5 <laughs> 択問題です。やりきりたいことを選んでください。AKB 総選挙で1位になる。NHK 連続ドラマのヒロインになる。5大都市で単独ライブを開く。m 1グランプリで優勝する。夏みちゃんがやりたいこと。えー、どうしよっかな。 ストーリーはちょっとと嫌だなーって思うところがあって NHK の連ドラのヒロインはうーん演技下手だから無理かもしんないなーっていう自分もあって「m 1グランプリ」は私そこまで面白くないからダメだなと思うから「厳しそうな1になる」も <laughs> 厳そうだな。 一番やりたいのは2番の NHK の連ドラの披露になるですかね <laughs> それが一番や,やりきりたいかな、うん、次アニメキャラチャンスさん、うん、若菜さん推しさんいらっしゃいますか いらっしゃるかな、なつみ、おはよう、おはよう。夢はでっかく。いますか、アニメキャラさん。あのアニメキャラちゃんさん。 じゃあ質問だけしますね呼ぶ名はなっつんが一番良いあっそれに関しては別に私はどっちでもいいです呼びやすい方で呼んでいいんですけどえっと石川なつみちゃんがなっちゃんだからなっちゃんじゃない方がいいのかもしれないですねだから私はなっつんがいいかな っって思って思ました私の友達にも夏みがいっぱいいるから私がなっちゃんって呼ばれてるんだけどもう一人はなっつって呼ばれててでそのもう一人がなっつんって呼ばれてるからだからえー、っと私はなっちゃんなんだけど石川のつみちゃんが今回なっちゃんだから。 おおナッツンかなーと思って別にナッツでもいいけど <laughs> みんなナッツがいいナッツナッツンなっナ,ナッツかナッツンかなって思ってるパクリアンとか言わないでくれる 夏も可愛いラスアイはラスアイは,はなっちゃんが多いんだけどあのみどりちゃんが、えー、っとまだ暫定メンバーの時に、えー、っと写真撮った時に「ナッツン」って書いてあったね。 確かでえーっとんでんだっけあとはなっつんって呼ばれる機会はないかな私もなっちゃんの呼びが定着してますなっちゃんがいいじゃあ。 なっちゃんにするいいよあのもうこれは自分が呼びたいように呼んでいいです私はなっちゃんがいいですっていう人はなっちゃんって呼んでくださいなっつんがいいっていう人はなっつんでなっつんが定着してるよっていう人はなっつんでいいです全然。 ユニット名ユニット名じゃないけど桃田モモナッツだからナッツンでいいじゃあナッ,ナッツン派ねナッツン派となっちゃん派がいっぱいいるけどどちらでもいいよナッツミーナッツミー <laughs> それ打つの難しくないあナッツもそんなにお同じだけど ソロデビューしたいああ、違う形でってことまあ、してみたいなっていう気持ちはあるけど、まだいいなっていう気持ちはある。なつみん。なつみんだと、みんなが同じになっちゃう。<laughs> ナッツ。ナッツでもいいよ。まあいいです。 なか、なとつが入ってれば何でもいいです。自分で、えっ、ー、と、これがいいですって思う名前を名前でお願いします。ナッツでも、なっちゃんでも全然大丈夫です。次の質問も、やば。ルーさんが4つある。ルーさんいらっしゃいますかありますね。 まず一つ目飲みかけのジュースって何ジュースですかえ飲みかけのジュースって何ジュースだろうえもうね <laughs> これはみんなのご想像にお任せいたしますがうーん。 ブルーハワイを薄めたやつじゃないですか青色だからラストアイドルは青だからやっぱそうなんじゃないとか <laughs> オレンジみんなオレンジっぽい甘そうだったあれは甘いよ みんなにお任かせするよ水かもしんないし <laughs> ジュースと言いながら水かもしんないしそうねだってこれもシロップだもんね分かんないよファンタかもしんないしコーラかもしんないしナナミはきっとコーラだな <laughs> アイリちゃんは水な気がするな はるるんはオレンジな気がするなじゃあ姫にはりんごりんごだね私はカルピスがいいかな名前を出しててダメダメダメ,ダメカルピスかな あやちゃんは R1 かなあでもななみんはビトビビトビトっ、えー、とビビポビタンデーもあるな <laughs> <laughs> 皆さんにとっての飲みかけのジュースは何ですかはい今あチョコイマガヤキの次におすすめできるおやつはそうですねやっぱポップコーンですかねと言っていやいやいや私がおすすめするのはハイチュウハイチュウ好きです ハイチュウです。ハイチュウハイチュウです。<laughs> ハイチュウですね。今までラスアイファミリーの楽曲で好きなトップ3は、んーとね。 これはちょっとあのちょっとトップ3っていうのがいやー全部好きなんですよ私は私すっごい全部好きですもうね全部平等に聞いてますあのラッサイよろしくとバンドアゴンだけ飛び抜けて多い時はありますがえっと <laughs> <laughs> ハイチュウですハイチュウは何味ですかグレープですねでも たまに買う沖縄でたまに買うまあま,ま,ま沖縄に行くとぜ毎回買うえー、っとはいえー、っとマンゴーとパイナップルとシークワーサーは大好きでーす一応はマンゴーが好きだけどねよいしょ で、1位がカズヨフケで「風よふけ」で2位が「バンドアゴンで」で3位が「ラッサイよろしくならな」<laughs> <laughs> うーん多分そうだなうん私個人的に「あ風よふけ」はすっごい好きな曲でうんこれ言っていいのかな あのフルをまだ全員の聞いたことないんですけどあこれやばと思ったやっぱ革命が起きたって思ったよフル聞いてもらうと昨日の風よけかっこよかった本当はありがとう 今日は家のの電波が悪いのかなたまにね家の電波悪い時があるのごめんなさいちょっとボケてますごめんなさいねなんで立ち位置後ろなのあのね身長を揃えるためにやっててえー、っと あやちゃんとみどりちゃんの身長が合ってるから多分その横になってあとの全員があの同じぐらいだから後ろに下がってななみが飛び抜けて高いっていうことでセンターになったっていう感じの並びですそれは多分分かんないけどうんバトル審査員で好きな審査員はえこれもねあれだよ本当にね言ったらダメなような 感じなんだけど個人的にあの元から好きだったのはユウさんだったかな。<laughs> でもねいつもねトーク力が好きなのは大月健里さん。 意外と全員好きです倉田さんも好きだし大森聖子さんも好きだしジャッジしてもらったことないけどこれ書いちゃダメっすよマジ書いちゃダメっしゅえっとねほんとにねトーク力がほんとにトークが好きなのはあの ささんんととお月さんのコンビだと思います <laughs>。な <laughs> 夏みに対してどんなイメージを持ってますかえもうねこういう変な雑談を本当に聞,聞いてくれる素晴らしい方,方々だと思ってます本当にありがとうございます <laughs> あのねもうね <laughs> あのね皆さんいないと私生きていけないからねここにい,なせいませんから。 本当にありがとうございます、このショールームに来てくれる2023人とその他の人みたいな感じですあきささん今は台湾旅行中なので見れないことが多いけど動画で見返すのを楽しみにしてる時間が外ば星投げにくれたかなじゃあ,ありがとうございますありがとうございます 好きな髪型はストレートかパーマ派かどちらでしょうかあんまパーマをかけたことがないからあぐグチオさんですグチ <laughs> なんかかけてますかグチヨさん <laughs> 好きな髪型はストレート派かパーマ派かどちらでしょうか私はストレート派ですバイトするならどこでしょうか タウンワークじゃないですかダメですえっ、ー、とバイトするならえっとコンビニですねやっぱコンビニですねきっとコンビニです <laughs> いつも何時に寝て何時に起きるのあ,あそんな しかも早く起きてないしですうんとね11時ぐらいに寝ようと思ってるんだけど気がつけば12時半とかになってるみたいな感じでそれで朝7時から7時半の間に起きてますみんなやこちゃんの愛犬とボスあやちゃんの愛犬とチョコプリンギョの愛用のどん どのワンちゃんが一番好きですかえっていうか私ねあんまりワンちゃん好きじゃない <laughs> ごめんちゃいあんまりワンちゃん好きじゃないね <laughs> なつみんのツイッターちょこちょこ見たりする結構見てますよ私結構な頻度で 暇があるとエゴさしてます <laughs> <laughs> マックでバイトあうん私もねマックでバイトああスマイル <laughs> <laughs> オフフちゃん嫌いえー、好きですよオーリンちゃんもうね優しすぎてやばいです はナッチーさん大石夏みさんおじさんえっとおすすめの本は最近見てるテレビ好きな歌リスペクトしてる人あおすすめの本はすごく多かったですおすすめの本は私すごく 多くていやこれは答えた方がいいかなと思ったんであ本忘れてきちゃった本を持ってきましたって思ったんだけど本忘れてきちゃったえっと、と「電車で行こう」っていうあの小説があるんですあの結構小学生向けの小説があって「電車で行こう」っていう。 電車で行こうっていう本があって私その本がすごく好きです読んだことある電車で行こうねめっちゃね関数あんのめっちゃあって私結構シリーズ本読んでてすごく 大好きですあそうそう「ハートのつり革」とかキャ,キャラクターが結構いてで第1巻の題名を聞いた途端に「あこれ見るしかないな」って思ったやって2巻目を見たら「えやっやばっ,って思って。 3回目は「おお」ってなってなんかねすごい題名に驚きがあってあの面白いんですよ待ってどういうストーリーかだよねえあらすじってどういうふうにやるんだろうなあらすじっていうのが難しいんだよね えっと、主人公の男の子がいて、その男の子が、えっと、新よさ横浜かな新横浜にある、えっと、T3 っていうチームに入るんですよ。T3 っていうのはトレ,トレイントラベルチームっていうのが全部 TTT だから T3 っていうやつに入ることになって、えっと、そこで、えっと、電車で、 旅行するチームっていう形で旅行するお話なんですけどそれがすっごい面白いんです時間そろそろやばいねっていうお話があって私それすっごい好きなんですよとにかくそれでどんどん冒険があってえっと 一応、一個目が、第一巻っていうい、一番最初に出たやつが、新幹線を追いかけろっていう見出しで出たんですよ。電車で行こう、新幹線を追いかけろって出たんです。それが、え、これ見るしかないだろうって思って <laughs>、これ見るしかないだろうって思って、読んだらすっごい面白かったんで、私、えー、あと小学校5年生の時に読書感想文に書きました。<laughs> それぐらい面白かったです。で、 第2話目が60円で関東一周っていう言い出しですごく面白い60円で関東一周は難しくないかっていうそういう豆知識までもがえっとその中に入ってるっていうのが私のおすすめポイントですごめん用事あるのでああまたねバイバイ 60円でカット一周できるんだと思って面白かった <laughs> 今見始めたけど声でかくてびっくりしたごめんね <laughs> っていうのが面白くてで私が好きなのが私が好きなのはそうだな あ、サンライズ・出雲と夢の一年者も面白いな。んー、あ、乗客が消えたも面白い。乗客が消えた南国トレインミステリーも好きです。あと何があるかな今一覧表見てんの。え、まだ、ハテナって出てるやつはまだ出てないのかな見たいな。ロマンスカーと。ゴソンゴホテッド 80円で関西一周やっぱそういう2桁円形が多いんだハートのつり革を探せ山手線で東京鉄道スポット探検探検違う気がするな北斗線に願いを まああこういういいいのがいっぱいあるんですよすごい鉄道系のやつなんですけどすごい豆知識として覚えられるしあの普通にそれでえっとまたその電車に乗ってみると「あこういうことあるんだよな」みたいなことが楽しめるっていうやつなんでぜひ 電車で行こうを読んでみてくださいこれは本だから。漫画じゃないから。最近見てるテレビ。え、最近見てるテレビアニメだったらおそまつさんとサイキックスの災難をよく見てます。えー、っと、バラエティーだと私は、あれはバラエティーと呼びませんが、ラストアイドルは毎回見てます。そして、うーん。 結構、見てないな見れてないなでもね行列はすごい好きです好きな歌好きな歌は私「突然」っていう曲が好きですしゃっくりが止まんないーちょっと時間がなくなったのでえー、っと今日はここまでにして。 えーっと、次の配信は、ラストトラさんからいきたいと思います。えー、っと。そうなんだよね。ちょっと今日はね、ぴったりに終わらせないといけないから。<laughs> えっと、コメントも読んでいきたいと思います。夏美ちゃんの身の字が違が、夏美ちゃん旅行で一番、行きたいと、行きたいところ。 旅行で一番行きたいところは、あ、でもさっきコメントにもあったな。イタリアに外国だったら行ってみたいです。でも私最近温泉行ってないから温泉に行きたいです。すごく。なっちゃんソロパート最高ありがとうございます。あ、質問、これからもどんどん送ってってください。あの、私下から読んでるので全然全然,全然送ってって大丈夫です。あ、質問全然送っていいですよ。 なぜイタリアえっおいしいものあるしなんかすごい古い建造物とかすごくいっぱいあるしあの私はあれが見たいんですあのコロコロステオコロステオコロステオが見たくてあとフェイシングも見てみたいんだよねなのであそうパスタもピザもあるしもう最高 あと、オリーブオイルも好きです。フェンシング。そう、フェンシング。フェンシングみたいな、フェンシング。あ、青の洞窟。あれ、行ってみたい。殺すのすごいの。え、みんな行ったことあるんですかすごい行ってみたいんですよ。夏美ちゃんの好きなドラマは、私、結構、 えっと今で言うと「99.9」あとあ、えー、と「もみ消して冬」は「えっともみ消して冬」に関しては、えー、っとナナミンとずっとあのホテルで見てましたあの冷やし中華食べながら <laughs> 見てましたでえー、っと昔の。 っていうか結構前のやつだったら私は彼岸花とあとディナーとあと失恋ショコラティエが、えー、と過去最大に好きでした。あとね YouTube で探しても見たやつがあったんだよなんか。 うん忘れちゃった忘れたってことは多分ないんだろうけどね <laughs> YouTube で見たらあかんって YouTube で探したけど結局なかったやつとかもあったからねあ19位だ失恋ショコラティって松潤うよ松潤が好きなわけではないんだけどね 嵐のメンバーで私は大野くんが一番好きです。えっと、昼、昼配信、髪型も変えるいやー変えられるかな変えられたら変えてみます。嵐好きなんうーん。まあまあっす。アルバムはいっぱい持ってます。怪物くんそう,そうそうそう、そう怪物くんとかし、 でも怪物ん私はねアニメの方が好きでしたアニメの怪物君は <laughs> いやもう山本愛理ちゃん元気ですか卒業式終わって全然元気でした卒業おめでとうってらありがとうって言ってくれました 釣り好きですかえっと私は釣りはやったことないですけどお父さんが釣り大好きでちょっと今度一緒に行きたいなって思ってます <laughs> ミュージカルで一番何が好きだった私は「ダンス・オブ・ヴァンパイア」っていうやつが好きでしたあの知ってる方は知ってるんじゃないかな いやーあれは私面白かったですねヴァンパイア好きでしたあれあの最初のねガーリックの歌大好きでした「ガーリックガーリック」ックっていう歌が好きでした見たことありますあれは私好きでした結構神田沙也加ちゃんのあの ミュージカルが初めてに近い時に見ました。あとはマンマミーアとか。え、もうパンフレットめっちゃコレクションしてあるので、後で見せますね。死にかけたことあるえ、死にかけたっていうか私ね、もうね、めっちゃ怖かったのは、悲しりに会った時がめっちゃ怖かったです。びっくりするほど。弾丸論破してます。見ましたよ、弾丸論破。あのね、 一番最初、さやかちゃんと出番少ないと思ったんですけど、後でめっちゃ、もうすっごいあれだったんで、よかったなって思いました。ほんとだ、51分でやっべ。日曜日なのに朝から大変ですね。いや、そんなことないですよ。カ縛りは結構ビビるよ。なっちゃんとミュージカルの話めっちゃしたい。じゃあまた、後でやりましょう。 どこの生徒好きって <laughs> えそれはいそれは言えませんね頑張ってねありがとう <laughs> 何金縛り廃止って意味わかんないわえのじゅん <laughs> うるさいわもう <laughs> またね 東京が晴れてきた。嘘。カーテンが開いていない。え、めっちゃ晴れてないけど大丈夫 <laughs> 全然晴れてきてない。いやいや、痛い。<laughs> 東京に日が差してきましたよ。全然差してませんよ。飲みかけのジュース最高でした。ありがとうございます。飲みかけのジュース。 君の愛んん涙や笑いやの音が高すぎてん歌えないんだけどやべ録画してもうんん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  愛知県はれてますいいな絶対寒いいじゃんこれね飲みかけの中ュースポーツこれ今日寒くないよあ本当今ほんと えっと、また質問コーナーしたいと思うので、え、来れる人ぜひ来てください。それでは皆さん、ありがとうございましたバイバイ !3000 人も来たありがとうございますバイバーイヒューバイバーイバイバイ